こんにちは、会長です。本日はですね、チュンリー使っていこうと思うんですけど、チュンリーね、かなり情報されました。マジでね、魔改造レベルで変わっていると思うんですけど、もともと強かったんで正直なんとも言えないですよね。もともとめちゃめちゃ強い。で、ちょっと面白いなって思ったのが、調整文になんか選択肢が狭まってるみたいな、デッキが固定されてるみたいな、そんな感じのね、文が書いてあったんですけど、まあ、それはアビリティでね、連撃が強い強いって言われてんだから、そんな当たり前だよねっていう感じなんですけど、ナイス。最強やん。最強なんすよね。やばすぎる。いや、周囲早いな。情報感じますね、これ。で、周囲のモーション、足だったり、まあいろいろ変わってます。まあダッシュの範囲とかもね、変わってるんですけど。ノガードは無理だな。ナイス、うまい。うまいね。素晴らしい。まあいろいろ変わってはいるんですけど、通常の範囲とダッシュの範囲はちょっとあんまり、どうなんだろう。うまい。もうこんなんクール一生上がりますからね。適当に入っちゃってるんですけど。やばいよー。ナイス。いや、もうやばいなー。え、なんかテンプレデッキこんな感じになりそうじゃない？やっぱり可能に1枚あると全然違いますよね。まあその理想デッキの話になっちゃうんだけど、その場で言ったらやばいでしょこれ。なんか旅路なくても習慣あればいい気がしてきた。はいはいはい、強すぎてごめん。まあ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 、さすがに死ぬか。ああ、やばそう。まあ頑張って強いたいてくれれば十分十分。まあカードも上がってそうなんで、ナイスー。いや、強いですね。やばいね。やばいわ。めちゃめちゃ強いわ。体力も上がってるんで、駒枝積むことによって、旅路じゃなくて、レベチで体力上がるんですよね。全然違うっていう。やばいよな、これ。いいのかな、本当に。なんかまた同じステージだ。で、なんだろうな。号令習慣とかはさすがに弱いと思うんすよ。レンジもそうだけど。まあ、周囲が速くなったとはいえ、連撃が強いのはね、変わりないんで。まあ、積むなら駒枝ぐらいかなって思ってます。で、工場デッキも、マジスクエララ生徒会、チュンリーがね、ちょいちょいいるんですけど、まあ、周囲の、積む枠あんのかな。周囲の強いんですけどね、なかなか積めないですよね。引けねんじゃないんで。まあ、とりあえずやったんで OK。 いや、ここ 6CHS 強いんでだいぶ熱いっすね。なんで足まで情報したんだろうな。いや、まあ工場デッキが弱いんで、バタリの勝率とか使用率とかはね、低いとは思うんですけど。いや、でもね、なんか、まあ、まあバタリに合わせてるんだなっていうのはすごくね、わかるんですよ。わかるんですけど、わかるんだけどさ、なんか、ね、
まあ、気持ちはわかるけどって感じだよね。うん、どういう意図で調整してんのかマジでわかるんだけど、うん、ナイス。ちょっと死んでこようかな。刃上がると思うんで遊んでこようかなって思うんですけど、まあ二重固定だからちょっとね体力があんま分かんないっていう。やばすぎでしょ。さあさあさあ、ロクシーなんとかしてくれるんでしょうか。エイジス入った。あ、マジ？これやります。やって、あーごめん食らっちゃった。と雲行きが怪しいか。ただ C は誰も触ってないんでなんとかなってそうですね。 OK ナイス、ありがとう。はい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 、よかったよかった。まあ別に周囲絶対使わないといけないってわけじゃないんで、最後はね、工場デッキでやっていこうと思います。まあそのバトルがチュンリー弱すぎて、情報されたっていう感じなんで、まあこれで強くなってくれればいいんですけど、まあ多分弱いですね。バトルのチュンリーはまだ。はい、バトルアリーナ使っていきます。ロクシー倒せたらいいなっていう感じ。アタッカー2なんで、なかなかに強いかなって思うんですけど。いや、体力高いですね。8000超えてれば十分でしょう。お、当たんなかった。裏見たいんだけど。あー死んじゃった、ごめん。周囲カウンターがもう可能に上がってるのか。削って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 、強いね。いや怖いな、あれちょっと怖いな、触りたくないな。火力高え。いやー、マジスクは入ったけど、ナイス。十分十分。全然いい。いや、でも全然なんか、なんとかなってますね。なんとか。いや、ただなー、マジスク起点っていう、いや、でも別に、なんとかなってんのか。全然今のところ、強くはある。困ったなー。火力高っ。ナイス。めちゃめちゃ火力高い。いた。アルゴウエスター。まああれはいいや。これやばいね。ナイス、1S。偉すぎ。
いやー、やりきれない。ナイス、勝ちました。ナイスです。いやー、一発2000熱すぎだろ。火力高え、チュンリー。いや、なんか全部1試合で取れたから、チュンリー割と強いっすね。うん、まあコラボ強いのは当たり前なんですけど、常設でも、まあガンナーは結構噛まれたりするし、まあ今回のその味方的にもデレミンもノクトも結構起点作りやすいキャラなんで、まあ、後ろからね生徒会させたりできるんで、まあ編成によっては全然ね、向上でも強いんじゃないかなって感じです。まあマジでそのバトアリー目線で調整したっていうのは伝わるんだけど、まあにしてもね、そのコラボが強すぎるんで、レベル固定と個人的にはあんま嬉しくない調整かなーっていう感じでした。ありがとうございました。